越後曽根駅は、新潟県新潟市西関区川崎にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。改札口、県売機周辺相対式ホーム2面2線を有する、地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。新潟駅が管理し、駅業務を JR 新潟ビジネスが住宅する、業務委託駅。一番線東側に面する、駅舎内には、緑の窓口。 簡易水化改札機、自動券売機のほか、待合室、自動販売機、トイレ、公衆電話などがある。駅舎入口にはスロープが設置されており、一番線へはトイレを含めてバリアフリー構造となっている。早朝と夜間には無人となるが、有人時には列車別改札を実施しており、列車発着時以外は原則ホームへの出入りはできない。 駅西側に出入り口がないため、駅を利用するには、周辺の踏切へ大きく迂回しなければならないが、新潟市では、旧西側町との合併建設計画に基づき、駅東西を連絡する地下通路の建設を計画している。かつては、キオスクも営業していたが、2002年9月に閉店した。駅車内の自動券売機横にわて、小荷物窓口跡が確認できる。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は824人である。緩やかな減少傾向であるが、2007年や2011年など列車増発が行われた直後の年度については前年を上回っている。近年の推移は以下の通りである。ソネの街並み、一部に岩木が見られる周辺は、 新潟市西館区西川出張所管内の中心街で住宅街となっている。タクシーが待機している。バス路線図。当駅からは黄緑色の路線が出ている。時刻表は太陽交通路線バス白根、曽根駅線を参照。タクシー会社によるジャンボタクシーを使用した路線バスが南区方面へ一路線のみ発着している。かつては角田、牧駅。 王の内野方面などへの運行も行われていた。ありがとうございます。